第15回縄文の森の秋祭り、下の席からお届けします。今年のテーマはつながる遺跡と町とみんなの心、楽しんでね。今日はどうもありがとうございます。タコ男さんなんてすごい素敵な名前ですけど、普段はどういうことをしてらっしゃるんですか？好きなタコを作って毎日タコ男というブログに載せています。僕も見たことあります。下の屋でもいつもタコあげてくれてるんですよね。ありがとうございます。下の屋遺跡の秋祭りではいつも連ダコ、たくさんのタコあげてくれてるんですけれども、何か遺跡のお祭りの思い出はありますか？いつもタコを作ってみんなとあげるんですけども、とても広いのでタコがよく上がります。素敵な場所です。ありがとうございます。風もいい風が吹くんでしょうか？風も場所も素晴らしいところだと思います。あの縄文人も喜んでいると思います。僕たちも嬉しいよね、のうやちゃん。そうね。下の屋はこれからタコ男さんはどんな風になってほしいでしょうか？あるいは何か下の屋の思い出ありますか？ここはとてもいいところなので、もっと小さい子からお年寄りまでたくさん来てほしいなと思っています。僕たちの村にたくさん人が来たら嬉しいな。ねえ、のうやちゃん。そうだね。タコ男も嬉しいな。今日はちょっと風が弱いからうまく上がるかな。僕たちも風が吹くように応援します。応援します。多分うまく上がると思います。頑張ります。頑張るぞ。風さん、吹いてください。風さん。あ、頼んまーす、風さん。あ、来ましたね。じゃあ行きまーす。一斉のせん。タコ男のキーワードは、まです。